光についてきてください。行くぞ。ドクターは私に。もう少し頑張ろう。私たちの邪魔をしないでください。敵をできるだけ包囲網に誘い込んで、あとは俺に任せて。え、どこ？袋叩き、それが君たちの狙いかな。ドクター、槍は相手を突くだけのものとでも思ってるの？あとはどいつだ。何でしょう、押しつぶせ。わかりました。君たちが宝玉か排斥か、俺が選別してあげるよ。はい、捕まえましたよ。槍は相手を突くだけのものとでも思ってるの？槍は相手を突くだけのものとでも思ってるの？今回だけは手を貸して差し上げますわ。油断したらダメだよ。君たちが宝玉か排斥か、皆さんが私のことを信じてくれてますから。槍は相手を突くだけのものとでも思ってるの？袋だけ、それが君たちの狙いかな。相当に頼ってばっかじゃ弱くなるだけだからさ。せかそのあなたたちの読み聞かせをしてほしいのかしら。杖が温まってきました。今度こそ必ず。ドクター、君たちが宝玉か排斥か、俺が選別してあげるよ。はいよ、見えたよ。海面を逃げたいんです。相当に頼ってばっかじゃ弱くなるだけだからさ。いくし進化上がよく無礼者。もう一度、どうしていつも最後に。君たちが宝玉か排斥か、俺が選別してあげるよ。ドクター、いい場所。相当に頼ってばっかじゃ弱くなるだけだからさ。私たちの邪魔をしないでください。え、やってみ、しっかりして。槍は相手を突くだけのものとでも思ってるの？もう一度。ここですね、任せて。槍は相手を突くだけのものとでも思ってるの？え、私のマジックを見てみますか。ドクター、槍は相手を突くだけのもの。金色の砂浜で眠りなさい。了解しました。行く自信過剰。相当に頼ってばっかじゃ弱くなるだけだからさ。槍は相手を突くだけのものとでも思ってるの？君たちが宝玉か排斥か、俺が選別してあげるよ。押しつぶせ。ドクター、あなたの考えがお見通しですよ。ドクター、君たちが宝玉か。みんなどいて。へえ、袋叩き、それが君たちの狙いかな。